ドジャース大谷翔平が4月22日、日本時間、イカドーに行われたメッツ戦で8試合ぶりにホームランを打った。大リーグ通算176本目の本塁打となり、日本選手の最多記録を更新した。試合後に大谷翔平は、早く打ちたかったので、安心と喜びがありますと語った。元通訳、水原一平容疑者の騒動があっただけに、ファンからは、いろいろあったのにすごすぎ、心配していたけど杞憂だったかも、と安堵する声が寄せられている。大谷翔平が粛々と野球に取り組む裏で、彼以上に心配されていたのは、妻、まみこさん、27、だったかもしれない。MLB 担当記者が語る。3月29日、本拠地ドジャースタジアムでの開幕戦後にグラウンドでドジャースの奥様会が行われましたが、そちらの集合写真に参加していませんでした。翌日の試合には姿を見せていたのですが、実は4月に入ってから観戦席にまみこさんの姿が見えませんでした。水原一平容疑者の妻とは韓国の開幕戦を並んで観戦した仲ですし、まみこさんも一連の騒動に少なからずショックを受けているはずです。大谷の妻、ということで、ただでさえ注目される立場なのに、今回の騒動は新妻には荷が重すぎます。周囲の人々が心配する中、4月20日の試合で、まみこさんが久々に球場に姿を現した。3月30日以降、5度目の現地観戦と見られている。観戦に見せたポニーテール。三塁側スイートルームで愛犬デコピンと一緒に観戦し、大谷翔平がタイムリーを打った時は、身を乗り出して歓声を上げていました。騒動のほとぼりが冷めるまでは公の場に出てこないんじゃないかと思っていたので、復帰まで意外と早かったというのが正直な本音です。前出、MLB 担当記者。この日のまみこさんは髪型を変えて、ポニーテールだった。そこには彼女の、覚悟、があったのかもしれない。まみこさんの同級生が語る。まみこさんは現役のバスケットボール選手だった頃、いつもポニーテールに髪をくくっていました。彼女が通っていたバスケの名門高校のモットーは、無限なる努力。その言葉を叩き込まれたせいか、どんな大変な状況も乗り越える強さのある人です。偶然かもしれませんが、久々に球場に現れたまみこさんの髪型がアスリート時代を彷彿させるものだったことに、何か覚悟のようなものを感じます。私も一緒に戦う、という彼女なりのメッセージなのかもしれません。また、4月15日、古巣といえる女子バスケチーム、富士通レッドウェーブが16年ぶり2回目の優勝を果たしたことも、まみこさんの負けじ魂に火をつけたのかもしれません。夫に寄り添い続ける覚悟を決めたまみこさん。一方の大谷翔平は新居を探す上で、妻が安らかに過ごせる点を重視していたようだ。ロサンゼルスには日本人が多く暮らす地域があり、そのエリアでは日本人コミュニティが形成されています。日本人向けの飲食店やスーパーも多く一般的には暮らしやすいのですが、コミュニティではプライベートな情報も広まりやすく、外に漏れるリスクもある。大谷翔平選手は妻を、好奇の眼差しから守りたいという思いで、日本人コミュニティから離れたエリアで新居を探したと聞いています。在米ジャーナリスト。三人制バスケ、元同僚、大谷翔平の妻、まみこさんの励まし胸に高田静香がパリ五輪切符へ思い。一躍時の人となった元同僚の励ましを受けてパリ切符をつかむ。バスケットボール3人制の男女日本代表候補合宿が23日に都内で公開され、女子の中心選手として期待される高田静香、27イコールエネオスが、キレのある動きを披露した。宇都宮市で5月3日に開幕するパリ五輪予選に向けて質を高めていくことが求められる合宿。チームの基準を上げる段階に来ていると表情を引き締めた。早大出身の27歳は、スピードを生かしたドライブが最大の持ち味。5人制では今季、強豪エネオスでレギュラーとして活躍した。大学時代のチームメイトの田中まみこさんは今春、米大リーグの大谷翔平の結婚相手として話題を集めた、さすがまみこだなと思った。お似合いだし、本当に嬉しかった。あとは想像以上の騒がれ具合でびっくりした。事前に連絡を受けていたかについては、まあ、
ふふふ、と微笑んだ。大学時代のチームメイトとして、マミコさんとは継続的に連絡を取り合っている、田中さん。じゃなくて今は大谷翔平さんか？彼女も三人制バスケに関わっていたので、理解も深いと信頼を置く。高田が自身の調子について不安を感じる時にも、気にしなくても大丈夫と優しく声をかけてくれるという。親友からの励ましや助言をパワーに変え、宇都宮でパリ行きの切符をつかみ取る。